なんだ猫か。いや、言い方が良くない <laughs> なんだ猫か。何どういう言い方なんだ猫か特集 by 三宅隆太三宅さん、これどういう言い方をするのが楽しいんですか <laughs> なんだ猫か。<laughs> 普通でした。<laughs> ええー、なんだ猫が特集バイ、三宅隆太さんでございます。よろしくお願いします。はよいももはい,はい,はいらっしゃいませ。ます。はい。ええー、ということで、もうね、この番組に関してはもう説明不要というかね、もうほとんど準レギュラーみたいな感じでございます。ありがとうございます。えー、脚本家、映画監督、そして日本に数人しかいない脚本のお医者,お医者さん、スクリプトドクター、えー、なおかつブルボン愛好家、<laughs> えー、入浴剤ソムリエ、そして縫いぐるみの電動芯、縫いぐるなど様々な肩書きをお持ちの、<laughs> ええね、三宅隆太さん。<laughs> <laughs> えちなみに今回がですね、三宅さん、はい、この番組出演20回目というとことですねです。ありがとうございます。これ多分、あの、わかりませんけど、最多の部類だと思いますけどね、やっぱり、あの、すべてのね、三宅さんの場合、はい、あの、すべての方面に行きますかね、映画のこういう、真面目な、その、映画ばな、だまなしもいければ、映画技術論もいければ、えーサ,イね、サイコパス系っていうね、はい、私勝手に失礼なあれと <laughs> いう。いいいいえー ということでね、20回目の出演。はい、えー、最後、えー、一番最新のは、今年7月4日、えー、スクリプトドクターの脚本教室、初級編発売記念特集、以来ということでございます。はい、素晴らしい本でございました。はい、ありがとうございます。あの、僕の周りでも読んだ読んだという人が本当に多くてですね、すね素晴らしい本でございます。素しいです。ありがとうございます。えー、そしてですね、今夜はですね、8月22日に、ニコニコ生放送で行ったタマフル24時間ラジオ、うん、ま、最後の1時間、えー、2時間をこの TBS でラジオでやったというね、試み、はい、やりましたが、その中で開催したプレゼンサマーウォーズ。うん ま、私が何しろもう企画プレゼンを聞くのが大好きということ <laughs> う企画プレゼンだけをずっと聞いていたいというぐらいのプレゼン付きでございます。<laughs> えー、プレゼンサマーウォーズで、まあ、あのー、いろんな方がね、プレゼンしていただきましたが、リスナーの支持を最も集めたのが今夜の、なんだ猫が特集とかいうことで。これあの、でもニコ生を聞いてない方はですね、うん、な、な、猫特集なのと。<laughs> ね、あの、なんかさっき番宣聞いてたら、この後夢夢エンジンもなんか猫特集とか言ってるじゃないですか。猫来てるんです、ね、猫か猫来てるのかな <laughs> 猫の特集じゃない。ちなみにですね、えっとこれあの、リスナーの 事最も集めたのがこれですけど、結局、あの、どの企画も面白かったので、いずれ番組でやろうじゃないかなってこと言ってて、えー、三宅さんとね、ゆかりの深いというか、新書館、あの、スクビットドクターの脚本教室出されてた新書館の吉野さんというか、はい、の編集の方、プレゼン企画、敬礼特集。敬礼女子敬礼特集ですね。敬礼特集。敬礼っていうのは、こう、まあ、ありますね、こう、手でくっぺってやる敬礼、え特集。これも聞いてない方、何のことやらと思います。これね、聞いても何のことやらっていうね。 あの、サイコパス特集の多分、最高峰に、ええ、位置するね、特集。まあ、吉野さん今日もね。見てますけどね。で見てますけどね。なん、何の話だろうぐらいの感じでね。見てますけどね。人ごとみたいな。人ごとみたいな話してますけど。うち、僕はあの人一番、最近話した中で一番、なんかこう、まずい感じがしましたまずい感じしましたね。まずいやつだまずいやつですね。経営特集。カタカナで書いて経営特集。こちらもいずれ、ええ、が立ち次第。放送が。の目処が立ち次第行きたいと思っております。さあ、ということで。 え、その、まあ、一番人気でした。はい。え、あ、ちなみに、三宅さんは、あの、もう一個ね、怪獣が倒れるシーン特集。はい。え、そういうプレゼンもやらして。これもいずれやりましょう。あ、ぜひぜひ。はい。あ、それは嬉しいです。はい。これ、これはでもぜひやってもいいんですけど、これも、三宅さんが、あっ、とか、三宅さんの言い方じゃねえかっていう。あ、疑音みたいなね。あっ。 ふっとそういうのがメインのね、<laughs> あれでは。まあ、これもいずれやろうと思ってますが、<laughs> はい、まあ、あの、人気型のやっぱ、なんだ猫かねこっしゃってそうでしたね。ありがたかったです。よりまあ、なんか、あれですよね。実際の話を伺うと、よりオーソドックスなやっぱり映画論、技、ね、術論、そうなると思います。はい。ということで、なんだ猫かとは一体なんでしょうか。<laughs> はい。えっ、ー、と、なんだ猫かっていうのは、そもそも何のことかというと、まあ、ホラー映画とかよく見てるとですね、うん、あの、まあ、主人公の女の子とかが一人でいると、あの誰も家にいないはずなのに、まあ、例えばどっか玄関とかから、 物音がして、ですねうん、うん、あれ誰かいるのかしらうん、うん、って、まあ、ちょっと殺人鬼とかがいるんじゃないかって、恐る恐るくわけですね、うんうん、で近づいてよせばいいのに、こうドアとか窓にこう手を触れて、ですね、うんでま、だんだん緊張感が高まって、音楽とかもきーんみたいになってはい、はいで、いよいよ思い切って、ドアをバンと開けましたと、はい、そうすると、にゃーっつって、猫が飛び込んできて、なんだ、猫か。 ほっとすると、反対側の位置から殺人鬼とかがバーンと襲ってくるっていう流れがよくあるはい。定番的な流れになりますね、確かに、言われてみれば確かに。で、あれをなんだ猫かっていうんですけど、なんだ猫かっていう、一般論的にハリウッドでも言われていますでも確かに、もうみんなももうなんべんとなく見たことがある演出だなという感じがだから、なんだ猫か特集とは言ってるんですけど、要するに今日やりたいことは、映画において パターン化した表現、描写というか、何度も何度もいろんな映画の中で繰り返し出てくる、よく似たシチュエーションとかシーンというのは、うんうんまあ何なんだろうっていう。 その意味とか役割っていうのは一体何なんだろうみたいなことをまあ考える特徴にできたらなというふうにもう思ってます。つまりその非常にこうなんていうんですか定型化した表現に見えるけれどもというか、うん、そうなん<れ>何か意味がなければそれがそんなに何度も出てくるということはないんじゃないかな。うん、価値がなければ、ね。それこそだってどう考えてももうねみんな見飽きてるだろうと思うんだけどとか、うん、読まれるんじゃないかっていうね,うね恐れもあるようなこでも、ね。はい。だから淘汰されてもまだ残っている何かがそこにあるっていうふうにまあ考えてるんですよね。うん、なるほど。はい。なのでまあそういう話ができればな、はい、と思もます。 うん、で、あのーまあのまこうやって猫猫言ってると、ですねあ、ええ、あのまあ、世の中、猫派派と犬派の人がいいるみたいでまあこれは文明の衝突が起こるそうなんですよ、で,でまあ、犬派の人がちょっと犬はどうなったのみたいな話になってるとちょっと待って、犬うん、じゃあ犬はどうな,どうなんだバカなのか犬のあるパターン化した使い方っていうのもあって、うんうん、ただその場合は、なんだ犬かではなくて、うんうん、そのまあ僕のあれで言うと、あのあなた。 ジョンの様子が変なのっていう、あの、シチュエーションっていうのつまりさ、そのさっき言った、わーってびっくり箱的ににゃーってくるのはやっぱ猫、猫は突発的な感じ突発的な感じですね。だから猫だけど。マイペースな感じで飛び込んでくるんですけど。対して犬を使う場合は。犬を使う場合は、と番犬とかで飼われてることが多いので、なんかこう、ホラー映画の場合は、なんか外でワンワンって急に泣き出して、あなたはジョンの様子が変なのみたいなことを言って、ほっとけよみたいなことを言っとくと、そのうち、クンクンとかって言って、死ーってて、ほら、何でもないだろうとか言うんですけど、まあ、ここでお客さん まあジョンやられたりまますね。さに、あの、ジョン・ウィックがね、あの、ジョン・ウィックがですね、あの、キャンキャンキャンっつって、声出して、こうまあ、あれは殺される前に起き出しますけどやっぱその犬の異変がそうですね。割とそのジョン、あ、ジョンじゃない、あの、犬の場合は、あの、そういう風に、こう、見せないことによって、その、まあ、相手の強さというか、その、要するに、これから起きるであろうことの不安っていうのを、まあ、強調する使い方。結構な冒険だったのに、ババババババって手のに、ハン、うン、フっていったシン、 ありますねねこれ姿を見せずにそういうふうに描くことが犬のやえはね、これで犬派の方には納得していただいて、して、ないがしろにされてるわけじゃないなるほど、この調子で全部の動物を聞くという、バカなのか、えじゃあ、うさぎはうさぎは延々と続くっていうのは、避けたいところでございます、逆に、なんだ猫かって、こうやってわざわざくくると、なんだ猫か初心者の方も多いと思うので、ちょっとおすめのなんだ猫か映画みたいなのを映画っていく クリがもうできるのま,、ね、まあでもそれ伝えってもそんなことはないですからね。<laughs> 探してもね。あのまあ、あの、よく言われるのは、あの、リドリーリ・スコットのエイリアンっていう、はい、まあ1979年のですね。作目ですね。そうですね。うん、まああれはあの宇宙が舞台で宇宙船の中ですら、 なんだ猫かができるっていうことを立証した、非常に重要な記念碑的な映画だと思猫ちゃんね、最後に至るまで重要ですもんね、重要ですそうなんです、しかもそうなんですね、続いてきますからね、猫がね。あれも宇宙船の中で、なんだ猫かってやると、後ろにエイリアンがいるという使い方それこそ猫ちゃん、こっち行っちゃって、にゃにゃにゃおいでおいでなんて、要するに猫を、その猫はまだ勝手にどっか行きますからね、やつらはね、その勝手に行くのをこうやって追っかけていった結果、寄せばいいのにのところに行っちゃうパターンもありますもんね。に ハマっていくと言いますかねはい、そういうのがありますねはい、はい で、まあ、なんですけど、まあ、ストレートな、その、んだ猫かで言うと、うん、僕はもう一押しなのは、はい、あの、13日の金曜日の、うん、あの、昔の本のシリーズの、はい、ま、パート2ですね。で、これ、オープニングに、秀逸ななんだ猫かがあってですね、はい、あの、まあ、1の、パート1の生き残りだったアリスっていう女の子が、まあ、一人暮らしをしてると、まあ、例によってガタンって物音がしてですね、はい、ま、近づいてって、カーテン開けると、猫がニャーと飛び込んでくるなんだ猫か。うん、ま、これ、絶妙なタイミングなんで、すごくびっくりするんですけども、うん、で、その直後に、ま、彼女が、ま、殺されちゃうと。 ジェイソンにね。で、えー、っていうのがまああるんですよ。うん、でまあまあ普通じゃんと。うん、よくできてるけどと思うんですけど、あの映画すごいのは、まあそこからパート2のメインのストーリーが始まって、新しい、まあ、ジニーっていう女の子の物語がスタートするんですけど、これ最後にですね、はい、あの、ジニーが、今度またね、なんだ猫かの状態に陥るんでしょあの、うん、もう円環構造になって,て。冒頭と同じやりになって、<う>こ,この文章殺されちゃうよと。で、うん、向こうで物音がした。で、まずいまずいって言って、ドアを開けると、そこにいるのがですね、シーズーの、 あの、マフィンって名前の子犬がいるんですよ。で、あれ犬だっていうこの <laughs> い。犬はまあ通常ね、あなたジョンの様子が変なのってのはまあ定番ださっき言いましたけど、13直曜日は多分世界中でも珍しい、なんだ猫かで始まってなんだ犬かで終わるという、うん、<laughs> まあ非常にこう、あの、高級な、高級なとか高度な、ね。ひねりが効いてますよね。もうさ、なんだ猫かっていうフレーズを前提としてるかのような仕掛けですよね。そう,そ,うそうなんですよ。本当に。でまあそれが、でその直後にその犬が飼っ 可愛い顔して見てると、うん、あの後ろからジェイソンがバーンって、そこんできてびっくりするっ同じ果は同じ、同じなんだけど同じなん、やっぱ、え、なんで犬かいっていうのが入ることで、<う>さらにこう、やっぱこっちの気持ちがボスに、もう分かってんのに、もう一回ミスリードされるっていうかそうなんです、だから先ほど、あのパフュームの話でおっしゃってましたけど、はい、同じことが繰り返されてるようで、うん、同じ光景は二度とないんだっていうかですね、そういうような感じが、まあ、ちょっと実ゅざじゅざ キルビーにも結構あってで,す、ね、でもそれでもちょっとあれですよね、あのベタに見えて、知的な構造実は,実は、ね、考えられてるなとうん、うん、僕、映画の中で同じ、同じ場面とか、同じことがまあ繰り返されるっていう時っていうのが、やっぱりすごくね、ね<え>当然大事なわけで。はい なんか、シンプルだけど、あその手があったかですね、猫を犬に変えるだけでも、こんなに効果があるのかっていうのがありますね、で、まあ、それはスタンダードなんですけど、まあ、あと、の割と酷評されてるんですけど、僕、個人的にお勧めなのは、ストレンジャーコールっていう映画があって、これは昔、夕暮れにベルが鳴るっていう映画があって、それのリメイクなんです要は電話をかけてくる相手が怖いっていうタイプの映画なんですけど、これはですね、なんだ猫かしかないような映画で、 まあずっと、その、なんだ猫かの状態が延々と続くという。ミスリードが。ミスリード。そうです。だからまあ、なんだ猫かって基本的には、まあ言ってしまえば、いないいないバーみたいな理屈なんですよね。うんうん、ただ、ストレンジャーコールの場合は、いないいない、いないみたいな感じのですね、<laughs> いないのかみたいな。<laughs> それ, <laughs> れ <laughs> それ、それさ、その、<laughs> あんまり重ねると、やっぱりちょっと見てる側もイライラしてくる。イライラするんですよ。えー、で、それがでもこの映画の、まあ、チャームポイントなんだなってことに気づくまでに、うん、ま、3回ぐらい見ないとわかんなかったけど。<laughs> ああ、まあもう要は確かにこんな重ねすぎはねえぞとなかなか。 まあ、要は何でしたっけ天丼って言うんですかそういうような感じがあって、しかも出ないっていう。まあ、だからまあ、出る出る詐欺みたいな感じの映画。それだけが延々続く。そうなんです。だから、何だ猫か好きからすると、もう私服の時で、これがもうずっとこのまま続いてくれたらいいのになっていう、終わらないでほしい。まあ確かに、何だ猫かで出てきちゃったらもうそこでもうその事態が終わりんですね。そうするともうだいたい普通は1回の映画に1回しか使えない手法なんで、もう終わっちゃうと寂しいんですよね。ああ、まあ今日もこの間でも。今日の何だ猫か、もう。 ないのかいみたいな思うんですけどストレンジャーコーラはずっとそれで,お、ま、だいけるでもでもそれだけで出来上がってる映画ってすごいじゃん <laughs> こいですかで何だ何だで何だっていう <laughs> <laughs> 次のことが起こるのか5回目で笑い10回目で起こりますよね,ねあまあねでも15回いくとまた笑える、ね<笑>ね、そういう映画ですね映画の奥深さというか、ね、奥深さは豊かな楽しみ方を楽しみ方があります,りますで13日、まあ、金曜日のシリーズって割と そういうのが多かったり、まあ、あと、総延長コールも割と若い人が襲われるスラッシャーの映画っていうのが多いんですけど、そこでよく使われることが多いんですよね。 で、まあ、それは、まあ、なんでなんだろうってことを考えてみたんですけど、まあ、多分その、もともとその、スラッシュ映画の構造って、まあ、あの、ヘンゼルとグレーテルとか、まあ、そういうものが元だと思うんですけど、まあ、要は、掟き手を破ってはいけないとか、はいはい、あの、若い人の、その、うん、まあせ、主に性的な行動であったり、うん、そういうものに対して、まあ、ちょっと、こう、はい、なんですかね、こう、ウォーニングというか、はい、あの、そういうものを伝えるような要素もあると思うんで、うんうん、まあ、あの、よく、何だ猫かを見ると、はい、あの、なんでわざわざ怖いとこに行くんだとか、はいはい 突っ込んでしまうよって人がいるんですけど、まあ、突っ込むためのシーンなんですよね。その、行っちゃダメだ、行っちゃダメだと。つまり、志村をしろみたいな意味がある。だから、あの、いまだにずっと再生されてるんじゃないかなと思いますけど。文字通りだってね、キュリオシティ・キルドザ・キャットですよね。ああ、そうです、そうです。本当にね。まさにそうです。だから、そこで猫なのもうまいな、これ、あってことかもしれないあと、やっぱその、だから猫はどこ行くか分かんないっていうか、急にも来るし、 勝手なとこも行っちゃうしっていうんで、うん、で、可愛がってる猫だったら追っかけてっていうのは、まあ、やむなしかなっていう。そうですね、無理がないんですね。うん、うん。やっぱそこが犬とちょっと違うところ、ねうん。犬だったらね、呼んで、ジョーンつっ,ったらね、ワンつって帰ってきておしまいっていうね。うん、と思います、ね、でもまあ、ワン、ワンワーンってやっぱ行っちゃって、さっきの、ワン、ワン、キャン,ン,ン,ンこれは、ありますよね、<laughs> <笑><笑>やっぱ。<laughs> そうですね。そうするとまあ、もう叶なわないなって感じがするんですけど。でも、こな何だ猫かって実はもう一つ作劇上の重要な意味があって、はい、あの、昔あの、ヒッチコックが、 あの、七国ですね。はい、監督七国が、はい、あの、サスペンスとショッカーっていう手法は、はい、まあ、両立できないんだということを、うん、まあ、おっしゃってるんですね。うん、これは具体的に。具体的に言うと、まあ、サスペンスっていうのは、まあ、あの、なん、まあ、なんとかサスペンス劇場とかいろいろありますけど、まあ、あれは大抵ミステリーなんですけど、うんうん、まあ、要は、その、サスペンダーってありますよね。はい、これ、ズボンをつる。はいうん あのカルベさんがつけてるやつですけど、はい、あれと語源が一緒で、まあ、サスペンドと、宙ズりの状態で、その宙づりの状態をサスペンスという、ね、要は、何かが起こるのか、起こってしまうのか、起こ、うん、ってしまうのか。うんうん っていうその状態です不安ですよね。こ、ね、るまで。こるまで。はい、で、その不安から早く解消されたいと、お客さんが。うん、で、ま、地に足をつけたいっていうことで、まあ、その、好奇心というものを煽っていくというか、うんうん、まあ、作撃を引っ張っていくっていう手法ですけども、はい、まあ、まあ、シナリオの基本的な手法ですよね。怖い場面だけのことではないですね。で、それと、そのショッカーっていうのは、まあ、要は、まあ、例えば今目の前で、僕がいきなり爆発しちゃうと。はいうん、で、歌丸さんがこう血まみれになっちゃうと。 そうすると、歌丸さんはびっくりされると思うんですけど、はい、まあ、それは誰でもびっくりすると思うんですけど、うんうん、まあ、それがいわゆるショッカーサ。サプライズと言い換えてもいいのかなですね。そうかもしれませんね。いきなりびっくりすると。うんうん、で、はい、まあ、僕の椅子の下に爆弾があるっていうことを、歌丸さんが1分前から知ってるとすると、はい その1分間間はサススペンスっていう時間になるもしくは観客だけがここでかっちこっちで見越ていそうですね、うすねそうするとあのハラハラする、でうん、この2つは両立しないと、うん、いうふうに、まあ、ヒッチコックが言っていて、うんまあ、その通りなんですけど、うん、まあでも、まあ、やっぱりホラーに関わる身としては、関わってる人はみんなそうだと思うんですけど、なんとかそこを両立させたいっていう、まあ、戦いがやっっぱりあって、うんうんうん、びっくりさせながら、サスペンス、忠誠状態も。そう キープする。キープするってんで、うん、それを多分唯一の解決法がんだ猫かだと僕は思っていて。なんえ、それだ猫かっていうのは、その、何が出るかなっていうサスペンスをずっと引っ張っておいて、ま、一回サスペンスを解除するんですよね。うんだ猫かと。そこそショックで。そ,のそう、わっつって。わっつってショックで。うん、で、こうやってショックをやるとで。で、解除した直後に、あ、で、 で、その後もう一回来ますから。あ、そうそうかそう,そうか。あの、猫はどっちかというとフェイクなので、あの、一回外すためにあるので、そう,そ,うそうなんです。だからその後に、あの、直後に同じシーンの中で、その、ショックを起こした時に、うん、まあ、効果がちゃんと、 いきなりショックをやるのと同じかを下手するとそれ以上の効果っていうのがまあ埋めるとなる。なるほど。一つのシーンの流れの中に。うんうん、一旦安心してるわけだから逆に落差つきますもんね。そうですね。なはい。な,なので、まあちょっとなんだ猫かって、まあ一見ちょっとねバカっぽく言ってますけど、うん、実は結構難しいですし、う,んうん、うまくやれてる映画っていうのは、まあ実は結構少ないんですよね。 ちなみにひちこくねなんだ猫かありますかね鳥とかでありそうな気もしますけどねまあそうですねあのー、ありそうな気がしますねうん、うん、はいただまあ両立は難しいと言って,て、うん、まあまあ確かにまあその両立は難しいんですけどまあ一つのシーンでそういう流れが組めないことはまあないかなというふうにとかもねもちろんものすごい、うん、ものすごい大事だけどねあの十三日の金曜日パートスのその猫の出方が絶妙だったと言いましたけど、ええ、まあそのやっぱり絶妙さっていうのはね、ええええ、そうなんですね結構技術が必要なシーンかなと思う、ね、なるほどこれ注意して見てるとまあなんだ猫かシーンは いっぱいやってもこれはうまいなんだね効果だなとか、はい、これは新しい組み合わせだなとかね、うん、いろいろ出てくるかもしれないです、ね、出てくると思います。なるほど。でまあ今日はあの猫だけではなくてですね、猫ヒ筆頭にした、うん、まあそのよはある定番のね繰り返されてるシチュエーションってことなんですけど、はい、まあ他のパターンで言うと。 ま、あの、よく出てくるのは、あの、ここはいいから先へ行けっていう、えシチュエーションとかですね。自分は犠牲にして。自己犠牲で、ま、あの、ま、何かね、大きな岩とか抑押さえてね、い。いから行けっていうふうに言って、ま、仲間を救うっていうシチュエーションもよく出てきますし、ま、あと、個人的にすごく好きなのは、待て足がいるだろうっていう。これは全然説明いると思いますよ。待て足がいる。て足がいるだろうっていうのは何かというと、ま、簡単に言うと、その、 ええー、まあ、それまでその、対立関係にあった、うん、まあ、人物同士がですね、はい、まあ、何らかの、例えば共通の敵っていうものを前にして、まあ、和解するとかがあってですね、はい、で、その、そのうちの片方の人が、その敵地に向かうとか、同じ目的を持って、えー、移動しなきゃいけないという時に、まあ、その、対立関係あった人が、まあ、同行はできないけれども、うん あの協力するっていうことをまあ表明するために、待て、足がいるだろうって言って、車のキーを渡してくれるっていうようなシチュエーションですねなるほどね。はい トラック野郎のライバル同士とかね、そういうのあるかもしれないですね。はい、最初こう敵対してるんだけど、最後、えー、桃次郎がどっか行くっていう時に、うん、まあ協力して、評価してあげるみたいな。っていうのはありますね。はい、で、まあこれも散々もう出てきて、いろんな映画の中でね。うんうん、で、あのまあ、例えばあの、まあ、僕は割と個人的に好きなのはあの、レッドオクトーバーを終えっていう。はいはい 前がありますね。トム・クランシーの。潜水艦。潜水艦ですよ。そうなんですよね。車は出ないよ。車は出ない。まあ、あれは、まあ、要するに、まあ、足がいるだろうっていうのの、まあ、意味をね、あの、だぞっていくとってことなんですけど、あの、まあ、敵対関係にあったら、米ソ冷戦なので、その、米軍のその潜水艦の艦長のスコット・グレンが、あの、ロシアのね、潜水艦の艦長のショーン・コネリーに、あの、拳銃を渡すシーンがあるんですよ。その、 要するに戦いに行くときに、そうなんですよ。これがいるでしょこれがいるでしょって言って、渡すっていうシーンがあって、これはね、すごくいいシーンでしたね。すっかり忘れてました、レッを。ちょっと見直してみます。あの、結構効果的に使われて銃、武器を渡すはあるかもしれないですね、またね。そうですね。ありますね。あの、なんか言葉を渡す場合、投げかける場合もありますけど、で、このシーンって、なんでこんな繰り返されるんだろうってことを考えていったときに、要は、何のシーンなのかっていう、 本当にこれをその、いわゆる車のキーっていうアイデアだけをこう、例えばコピペして作っていくと、もう本当に形だけ形骸化しちゃうと思うんですけど、主人公が、まあ、次のエリアというか、ですね,ねあの次のステージに向かって、まあ、境界線を越える、越えようとしてるシーンだと言えるんじゃないかなと。うんうん 思うんですよ。うんうん、で、まあ、つまり、関所ですね。うんうん、で、それは実際の関所である場合もあれば。うん、まあ、何らかの困難っていうか。そうですね。困難、うん、んん次のステージに行くっていう考え方もあると思うんですけど。で、これは、あのー、まあ、映画にもいろいろありますが、あのー、まあ、日本は結構昔からこのエピソードっていうか、このシーンって割と愛されてたんじゃないかなと思ってて、と、うん、<laughs> いうのが、中心蔵の中に、へへへあのー、 大石の東下りっていう下りがあって、はい、あの大石倉之助が、こう、あだ打ちをするためにですね、こう、武器を調達して、こう、江戸へ向かってる、と。で、関所で咎められる恐れがあると。うんうん、でそこで、あの、五郎兵衛っていう、まあ、要人が、京都から江戸へ下ろうとしてるっていう情報を得てですね、まあ、それは悪いことなんだと思いつつ、そのか見の名を名乗って、あの、語って、まあ、宿に泊まるっていう下りがあるんですよね。うんうんうん で、まあ、そこの宿で本物のかきみが来ちゃうと。というのは、その、自分が泊まってることになってると、そこで。俺がここにいるのにで,、うん、で、出てこいっつって、この不届き者があって。そうすると、おいしいが、その、俺がかきみだと。譲らないと。で、何言ってんだ、俺がかきみだと。うん、言い合いにな,なる、うん。ところが、ま、やりとりをしていく中で、その、かきみ五郎兵衛本人が、まあ、要するに、その目の前にいるのが、うん、要するに、その、主君の仇打ちをしようとしてる赤浪士だということが、あわかるんですよね。うんうん、で、 まあ、いろいろ刺してですね。で、自分が偽物だって言って引き下がる。その時に、あの、私は偽物なんでこんなもの持っててもしょうがないって言って通行証を渡すっていうくだりがあるんですよ。あなるほど、なるほど。うまいな。燃えるシーンなんですね、これすごくね。で、その、で、もうみんな裏でね、その、泣いてね、頭を下げるっていう、まあ、有名なシーンがあるんですよね。これも非常に燃えますし、まあ、よく再生してくるシーンですよね。なるほど、なるほど。 これただ、昔の、ある時期の中心、らいからどうも出てきたみたいで、ずっと昔からあったわけじゃどうもねどっかでじゃにそうなんですね、加わってスライドしてきたんですね、物語ってそういうことがあるわけですけど、どうも歌舞伎の勧進帳に出てくる、あたかの石っていうエピソードがあって、要するに山伏のふりをした義経の一行が逃げてて、今の石川県の小松市にあるあたかって、安い住宅の宅って書く、そこの関所で。 まあ、やっぱり関章なんですけど、関章を守ってる関森のですね、富樫左衛門っていう人に、まあ、身元がバレちゃう。ね。お前ら、あの、吉篠一行だろうっていう話になるんですけど、まあ、そこで弁慶がですね、起点を聞かせて、その、勧進帳ですね、その、要するにお寺の寄付集めとかの願書を読み上げるんですけど、実はそれは白紙なんですよ。何も書いてないと。で、え、それを読み上げるんですけど、そこも見せ場なんですけど、まあ、それでもやっぱり疑われるので、その弁慶があの、金剛棒で、 あのよの殴るんですね、大変なことなわけですけど、うん、泣きながらとら泣き泣きそうですね、心の中では泣きながら、うんでまあ、それを見た富樫が、まあ、そこまでするのかって言って、感動して関所を通すっていう話があって、あ多分これが音なんじゃないかなと。な、うん、なるほどなるほほどど 思うんですよ。されて。はい。はい。でそうなんです。で、これはもう元々能であたかっていうのがあって、まあそれがその歌舞伎に移行して、でもさ、そのさらにその能のもともあって、その、まあ室町時代に書かれたその、まあ、吉爪記って書いて、義形記って呼ばれるものの中にもあって、っていうふうに、こう、どん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 辿っていく大元っていうのがあって、まあ実際にあったことを少しずつアレンジし、で、劇的にし、で、まあいろんなその、要素を省いていった結果、 まあ、明確になってきて、強化されて、で、まあ、別の物語に、こう、移植されてはい、はい、で、それをさらにまたいろんな人が、こう、キャラクターに、こう、なんですかね、そういう役割を与えてっていうふうに、まあ、オリジナル物語がどんどんできていったというのがあると思うんですよ。例えば、そのアニメの、機動戦士ガンダムっていう、はい。 最初のやつで、あの、ランバラル隊っていうキャラクターがいるんですけど、うんはい、僕すごい好きな人なんですけど、えー、この人が、その、脱走してきたアムロを、うん、あの、疑った時に、こう、ちょっと懐を見るとですね、マントをよけると、彼が、まあ、実は銃を構えてたと。うん、だけど、まあ、それは見なかったことにして、うん、まあ、行かせるとかですね。うん、ああ、確かにありますね。うん、ああいうのも、多分ここが元なんじゃないかなと。うん、だから、まあ、強いエピソードだから、まあ、まあ、真似しようとしてたかどうかわかんないんですけど。うん、まあ、でももう無意識。無意識で、その物語が、まあ、キャラクターが、 ま、自然に呼び込んできたっていう考え方がうん、うん、まあ多分できると思うんです。はいで、これとまあちょっと似てるのがそのさっき言った。ここはいいから行けなんですけど、うんうん、そのここはいいから行けっていうのはまあ、要するに自己犠牲でまあ、脇役のキャラが立つシーンですよね。うんうん、で、これ多分なんですけど、さっきの肝心帳のあたかの席の話と。うん あと、その、義経が、ま、結局自害することになる、その、衣川の戦いっていうところでの、その、弁慶の立ち往生ですよね。はいはいはい。っていうのが、多分ミックスされて、なるほど発展したんじゃないかなと、いうふうに思うんですよね。で、はい。自己犠牲して、その、関所を通すという、ミックスされたそうですね。それがミックスされたんじゃないかなと。で、ま、ある見せ場っていうものが、ま、作り上げられていったんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。 これどっちも要するにそのま利他性というかあのま相手をもんばかるっていうあそうですね精神でまできているエピソードあの頼まれたわけじゃないのに察するとかもあれかもしれないですねあそうですねそれあります足かしてくれっつってねはいはいはいそうわけじゃないですねそうですね待っているだろうっていうねちょっとお前銃貸してくれないかよしいるだろうって言うんじゃないですかねこの瞬間でレンタル屋さんです業務ですよね頼まれたから貸すんじゃないないっていうことですよね だから多分なんですけど、まあ要は正義っていうもののシーンなんでしょうけど、正義の性って結構立場によって、いろんな角度があって、うん、<laughs> あの、それこそガンダムでも、こっちの側から見た戦争とこっちの側から見た戦争は違うってことのがあると思うんですけど、うん、まあその多分正義のその儀の部分というか、っていうものを大事にしてるっていうことをまあ伝えたくてまあ残ってるエピソードかなと。なる,なるほど。なるほど。で,でも,も普遍的だし、うん、その、 でもそれがちょっとこう、やっぱ違う作品の中で形を変えると、フレッシュなものとしてちゃんと蘇るという。そうなんですね。ここすねそういうことがたくさんあると思うんです。で、ただ面白いのは、結局一番最初はアメリカ絵画を引用して今ね、その、また違いるだろうって話を増したわけで、うん、じゃあなんでその、日本と海外で全然違うのに、同じような考えが出てくるんだろうってことなんですけど、うん、ヨーロッパの神話とか調べていくと、はい、やっぱりよく似たエピソードがあってですね、<ー>あの、神話の構造の中で、うんうん、その主人公が、要は、 まあ自分はもうあるぬるま湯に使っているその平和な村から出てですね、まあ冒険をしていくという時に最初にその第一関門を突破するときに門番と呼ばれている役割が出てくることがあって、で、この門番は大体衝突するんですけど、あの、ここでその、 仲間になるっていうやり方があるんですよね。ここでまあ相手を殺さなかったりすることで、うんうん、まあ後で恩恵を得るっていう作り方があってうん、うんで、これも別に意識して入れてるわけじゃないんでしょうけど、その映画の中で、あのー、門番の機能として海外の映画で、私、うん、がエルドに近いことをやることってたくさんあるんですよ。ケイジ・ジョン・ブック目撃者のアーミッシュの世界に、はいうんうん 主人公のシカゴの刑事のハリソン・フォードが入ろうとするときに、まあ、英国人に気をつけろよって言って、こう、拒絶する、うんはい、まあ、忠告するアーミッシュのおじいさんがいるんですけど、うんうん、まあ、この人が最後に、まあ、和解した後に帰り際に去ってく、ハリソン・フォードに対して英国人に気をつけろよっていうふうに。うん、あ、思う仲間として認めたよそ<う>という。同じセリフを反復セリフにして、まあ、認めるとか。うんうん あと、ま、明日の女王っていう漫画の、マンモス西とかも、多分はい、はいまあ、そうですね、典型的に、そうか、うん、最初は敵対して。最初の、その、要は少年院っていうフィールドに入った時に敵対してますけど、ま、仲良くなることによって、まあ、後で、ま、生涯の、ま、友になっていく、はい、っていうようなことはあると思うんですよね。うん、はい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 。だから、ま、ベタだっていうふうに、ま、こういうことを、ま、言ってしまうのはそんな難しいことじゃないというか、簡単だと思うんですけど、あの、 まあ、ベタだというのはどういうことなのかというと、まあ、生き残ってるエピソードだというかね、の何らかの価値があるから、残ってるんだと思うんですよ、はい、だからその結構いろんな学校で教えてると、うん、そ,のそういうジャンル映画とか、うん、そういうもののねその、お決まりのシーンとかっていうのは、うんあ、あんまり私は勉強したくないみたいな、うんうん、瀬戸さんもたまにいるんですね、芸術映画私はやりたいんでみたいなことを言うんですけど。 でも、その人に限って結局、々と悩んでですね、窓辺系になっちゃったりっていう、その、窓辺形、僕の本の中に出てきたね、あの、自己内政的になってってしまうってことが。自分の中でぐるぐる回していくしかないですね。そうなんです。だからその、要は、型を破りたいなら、やっぱ型は知らないと、そうなんですよね。そうなんです。そうじゃないと、型破りなことはできないってことね。型を知らないと。 で、あとその物語ってもう僕らよりはるかに長生きしてるものなので、<ー>もう大先輩なので、うんうん、例えばそういうものを取り入れたぐらいで、うん、まあ壊れちゃうほどやわなものではないというかですね、もちろんその真似することが目的で、コピペすることが目的になると非常にまずいと思うんですけど、まあでも自然に呼び込んだものだったら、むしろ乗っかった方が、その書き手とか作り手の個性とかオリジナリティっていうのはかえって発揮。 できるんじゃないかなっていうのは、まあ、普段授業でもよく言ってるんですけど、ねうんうん、さっきのそれこそ、なんだ猫かっていう提携があるとしたら、それをこう、じゃあ自分ならこうアレンジできるんじゃないかとかっていうアイデアも付加しやすいですもんね。うん、そうなんです。だからこれだと、なんだ猫かになっちゃうから避けようではなくて、うん、それが自然に必要なものなら、うん、あのー、 それを使って、いかにこう自分がんだね、こう,どういう角度から捉えてるのかみたいなことを、うん、まあ使っていったほうが、まあ、よっぽど面白いんじゃないかなというふうに思うんですけど、ね、映画もだからその、ね、以前のところだと、例えば全体の構成とかから分析するような、ねうん、見方とか教えていただきましたけど、うん、今回で言えばその個別の演出でも、やっぱりそういうある種の提携というか、基本テクみたいなのを知っておくと、さらにこう。 その例えばこれがこれの変形だなとか、ね、これは逆にこれは新しいっていうもあるかもしれないもっと言うとその、それをフラグだっていうふうに、点で考えると、こびぺぺになっちゃうんですけど、うん、まあ今の勧進帳なんかもそうですけど、人間関係の軌道の上に出てくるエピソードなので、それ自体が持ってる力っていうのは、点じゃなくて線の力があるはずなんですよね。だからまあそういういいとところを掘っていくと 作品作りやすくなったり、まあ、あるいは映画を見るときになん、うん、もうでこれが出てきたんだろうということを、うん、まあ別のストーリーなのに出てきたみたいなことを発見していくのもまた面白いいんじゃないかなかと、うん、人間同士の,、ね、だってその関係のあり方とか、うん、それはだって太古から、ね、あ,る種ある種のパターンの、ねね、中に当然あるでしょうしねそうなんです、ね、そうなんです、ね、うんんででですすすそそううう思けどねでそこだからそういうのあまりにもその突飛なことやらせるとなんかこんなこと普通の人言わないよみたいな感じになっちゃうとか。うん なりがちだったとまあまあそうですね、うん、というふうに思うんですけどね、はい、だからまあ、そう、いろんな形で、なんだ猫か、敵なるものをね、探してみるのが面白いんじゃい言われてみればですよね、なんだ猫かだってね。 散々見ているわけですからね。そうなんです。はい。いろ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 ここにも何か奢らせてくれよ。いいけど空の上はもうごめんよとかね。そうですね。いろんなこのパニック映画のラストでいうやり方ですよね。飛行機のあれで事件が起こったからそういうお家のあれですとか。これもでも若いっていう感じもあるんですかね。ただまあ物語って終わったら必ず次の物語が始まるので、こういうやり取りをすることで新しいドラマがスタートするということもまあ十分あると。これも気になる焚き火を囲むシーン気にな焚き火を囲むシーンっていうのは手短に言うと神話の中で旅の仲間とまあセス 最終決戦に、敵陣に向かう前に焚き火を囲む、そこで胸筋を開くというか、上手な傷の見せ合いなんかが典型ですけど、その直後にサメが襲ってきて、チームが固まった瞬間に襲ってくるということで、さらに結束が強くなるといあこれもいろんなストーリーのいろんなところに出てくるんで、すね北京パーにおけるお風呂入ってるシーンみたいな感じもす大体お風呂入ったうんになんか、あのドカドカになるんだよね。 はい、はいえー、ということで、はい、はい、多分もう無限にね、このパターン、いろいろ見つけ出せると思いますので、はいでね、皆さんも能動的にその方を見つけ出すという見方をしても面白いんじゃないでしょうか。はい、さあということで、宮、え、城、ー、監督、お知らせ事あったらお願いします、はい、ありがとうございます。 えっと、来週の土曜日からですね、あの、中田秀夫監督、リングの、中田秀夫監督の新作の、はい、えっと、劇場例という映画が公開になります。はい、で、こちらで脚本を担当させていただきました。はい、引き続きですね、前回の、あの、あ、そうですね、黒より団地から、はい、加藤淳也さんと一緒に書いてます。はい。であと、今、テレ、あの、TBS、こちらで放送中の、その劇場例のスピンオフの連続ドラマで、はい、劇場例からの招待状っていう番組があるんですけども、はい、まあ、これの全エピソードの脚本を担当させていただいて、まあ、あと6話と8話で監督をしました。はい これ6話すでに放送済みのやつ拝見しました。あの、三宅さん流の POV、ほら、ばっちりです。面白かったです。最高です。あ、そうですか。ちゃめちゃ怖かったです。あかったです。それこそね、いや、あの、なんだ猫かあったかなと思ってね、今思い出しました思い出したような気がしますね。あったような気がしますね。ですね。はい。 で、次8話が監督会なんですけど、まあ、これは18日水曜日の深夜に放送なので、まあ、もしよろしければご覧ください。本日この後3時23分から7話。7話の放送もあります。はい、は舞台、ラジオ局。ラジオ局が舞台で北原理恵さんですね。うん、で、僕の担当の8話は、あの、向井智美音ちゃんが主演ですね。はい、はい。ということですね。さらに。 あと、これは他局なんですけど、言っていいんですか十一月二十八11月28日の土曜日に、あの、テレビの世にも奇妙な物語で、え己事故物件というエピソードの脚本を担当しました。これ、監督は、あの、引き続き中田秀夫さん。主演は中谷美紀さんです。こちらですもんね、ジェーン・スーがね、脚本をしてう話を先ほどね、言ってましたね。ずんとはい。スーさんの放送の翌週です。2週連続のもが放送になります。はい。こちらも要注目でございます。そして何よりも本ですね、やっぱりね。そうですね。素晴らしいです。あの、おかげさまでいます。 三釣りまで行って、ま、もうすぐ四釣りに来そうだということなので。すごいじゃないですか。なので、あの、中級編のオファーが来ましたので。いいですね。はい。あの、今、中級編を書いております。くの大変だろうけど。大変です。スキプトドクターの脚本教室初級編、新書回より税別2000円で発売中でございます。中級編は来年発売になる予定で頑張って書いてます。ね。はい。最初も大変でしたけど、頑張ってください。最初、すごく読みたいです。ありがとうございます。 えとスクリプトドクター養成講座あはい、これもやってます、今日もやりましたね、あの今日は女性神話についての授業だったんですけども、<ー>まあ今、全20回の講義で半分ぐらいまで、ミッドポイントぐらいまでいったんですけど、うん、まあ途中からでも受講可能なので、あの途中参加される方も多いので、まあ、ご興味おありの方はあの映画美学校のホームページをご覧ください三宅、うん、さんのこのね、あのもうおしゃべりがもう生で、さらに突っ込んだところまで聞けってえるということですから、<laughs> はい、はい、羨ましい生徒と言っています <laughs> い,やいや、とんでもないです <laughs>、はい。ということで、ついにやってしまいました、なんだねこか特集いらはいては じゃあ、怪獣型折れる。ああ、いいですね。<あっ S 2> ぜひ。 っていう瞬間。映画における、あっ、あっていう。いなくなっちゃった。映像における、あっ、いない。あいないっていう。あの、だから、ドーンとか、そういうダイナミックなところじゃないんですそうじゃないっていうことです。魂がね、抜けた。2 1ム減ったかなみたいな。あっっていう瞬間。あっていう瞬間の特集。こちらもいずれやりたいと思います。そして、えっと、敬礼特集もね。敬礼女子ね敬礼女子。特集ね。いずれね、やい。そう、として聞いてみなさん、あの、ああって、そんな分かりやすいもんじゃないです。そうです。 <laughs> そのあたりね複雑なものがあります新 <laughs> <laughs>、えー、新書館吉野さんプレゼン企画もいずれやると思いますので、はい、そっちらも楽しみにしてくださいということで、えー、三宅さんいつもながらありがとうございましたありがとうございました失礼します